校庭だとか他県だとか言われていますけども、そういったものは、自分でそういう何々かなという気持ちはまずありません。でも、まあ、自分のやりたいことは精一杯やっていけばいいんじゃないかと、あれがすごいみたいな感覚というのはあるんですが、どんなにも勉強できなくてくれてる方もあるかもしれないです。ご愛聴いただきましてどうもありがとうございました。